ウマルハイアーム、ウマルハイアーム、1048年5月18日、1131年12月4日、は、セルジュクーク長期ペルシアの学者、詩人、ニーシャープール、ゲンイランラザビーホラーサーン州、ネイシャーブール出身、イランイスラーム文化の代表者、ウマルの名を現代ペルシア語風に読んで、オマルハイアームとも言う、全名。 アブーハフスマルイブイブラーヒームハイアーミー、ニーシャーブルー。ハイアームは、天幕作りの意味であり、ハイアームの父親の職業が、天幕作りであったことから、このように呼ばれている。数学、天文学に通じた学者として、セルジューク朝のスルターンであるマリクシャーに招聘され、メルブの天文台で、歴法改正に携わり、現在のイラン歴の元となる、ジャラーリー歴を作成した。 33年に8回のウルード詩を置くもので、グレゴリウス歴よりも正確なものであった。また、無情感が言葉の端々に現れるペルシア語によるルバーイー四行詩を多数歌い、詩人としても高い評価を得ていた。彼のルバーイーを集めた作品集はルバイアートとして、こちらのみならず各国で翻訳され出版されている。ハイアームは、 ニーシャープールの職人の一家出身だと考えられている。幼少期をバルフの町で過ごし、その地で学び、また当時にあって最も著名な学生の一人であったシャイフムハンマド、ムスーリーから個人的な指導を受けた。青年時代にはホラーサン地域における最も偉大な死の一人と、みなされていたニーシャープールのイマームムワフファクの下で研究に、勤しんだ。伝承では、 イマームムワフファクの下で、同じ頃、二人の優れた学生が、また研究を始めていたのであり、そのうちの一人は、後に、セルジューク長の二人の君主に、ワズイール、最小として得た、ニサームアルイコールムルクであり、今カズとは、暗殺教団、ニザール派の指導者となり、以前たる勢力を築いた、ハサニ・サッパーフであるという。卓した指導者の下で学んだものは、誰であっても、 栄誉と幸運を得ると、当時広く信じられていた。ハイアームをはじめとする三人の学生は、友人となり、彼らのうちの誰か一人が幸運に預かることができたならば、互いに幸運を等しく分け合うことを制約した。ニザームアルイコール無塾が、ワズイエルとなって後、ハサにサッパーフと埋まるハイアームはそれぞれニザーム、アルイコール無塾を訪ね、幸運の分け前を求めた。 ハサニ・サッパーフは帝国の交換の地位を求め、ニザームはハサニの希望を叶えた。しかしハサニの野心は大きく、恩人であるはずのワズイールを失脚させようとして、失敗した試みに加担した、ケツ、権力を失った。遥か後年になって、ハサニは暗殺教団の長となって、権力を握った。ウマルハイアームは制約の履行において、遥かに控えめであり、 交換の地位を求めることなく、生活し、科学を研究し、祈ることのできる場所を求めた。ウマルは、ニーシャープールの財務庫より1200ミスカルの黄金を、年金として毎年受け取る権利を得た。以上の、ウマルを含む三人の人物の逸話は有名であるが、あくまで伝承であり、史実としては確認されていない。西暦1048年頃ペルシアホラーサーン州の、 都の城ニーシャプールの近くで生まれ、1131年、一節には1123年に生涯を閉じた。本名をオマルイブ・ニーシャープーリーという、数学、天文学、医学、語学、歴史、哲学などを極めた学者であり、ペルシアを代表する大詩人の一人でもある。学問に秀でて奇才能に恵まれた、稀有な人物である。 今日のトルコ満足の祖先は現在イランの領域を征服して建国したセルジューク朝のシントメルブへ、スルタンマリクシャー建設の天文台に8人の学者の主席として兵され、他7人の学者と共に歴法の改正に携わり、イラン歴の一種であるジャラーリー歴を制定した。結局採用まで至らなかったが、ジャラーリー歴は33年に8回のウルード氏を置く、もので、 グレゴリー薄歴よりも正確なものであったという。また、ハイアームは、生涯にわたり、数学、天文学に関する、優れた書を多数執筆した。中でも、大数学問題の解放研究、ユークリッドのエレメントの難点に関する論文は、今日でも広くルフしている。その他自然科学一般はもちろん、医学にも通じていたと言われ、万能の人であったことが伺われる。 ハイアームは、唯物主義的な傾向を見せた思想家として、イスラーム哲学史上有名な人物の一人であった。イブンシーナーによって体系化されたイスラーム哲学のもたらした科学的合理精神は、このトルコ族の支配下で衰退し、イスラームルネッサンスと称された哲学的精神の知的躍動は追え去る。 セルジューク朝の正当的信仰信条となったアシアディー派神学では絶対的な神の前で人間の側からする知的栄意は一切認められずその教義の中心には神があらかじめ下した天命がただ刻々と実現するに過ぎぬという予定論的な世界観があったそこでは現世の一切の事象はすべての事物を無から創造した神があらかじめ定めた 神の慣習に従って運行するとされた。唯一なる神への信仰と神の構成による非造物の救済を唱えたイスラーム法、シャリアはトルコ族の政治的要請のもとで人間の自由維持を拘束し、知的鋭意に向かう人間を窒息させる手段でしかなくなる。ハイアームは疑いようのない必然存在としての神を定立し、世界生成の階層的構造を シンプラトン派哲学に依拠しながら体系化したイブンシーナーの死とほぼ同時期に生まれた。ハイアームは不運にも知的閉塞が余儀なくされた時代にイブンシーナーの知的遺産の最良の後継者として生きた高度な知識人であった。また、ハイアームの生きた時代にはアシュアリー派神学の大学者ムハンマド・ガザーリーがギリシャ哲学批判を展開し、 イスラーム世界における哲学的伝統に終焉を告げる一方で、イスラーム神秘主義が政党協議に組み込まれた時代でもあった。ガザーリーは、かつて神秘哲学的傾向を顕著に示すイブンシーナーの晩年の大著、支持と韓国に関する抗議をハイアーム化受けたとされる人物である。ルバイアートとは、四行詞を意味するペルシア語、ルバーイーの複数形である。 9世紀半ば以降のペルシア文学の中でペルシア史最古の独自の死形とされる。ル,ルバーイーは長短の母音の配列に基づくアラビア語音律を土台とするペルシア史の伝統的な音律学では、ハザ自体の一部として説明されている。ルバーイー音律自体はアラブ史には存在しない。死形としてのルバーイーでは4つある半句の第1句、第2句、 第四句は必ず客員をするが、四句すべてが客員するものもある。追句、半句二つで一つの追句を形成するが二つのまとまりで読まれる、ドベーティー、二行詞もあるが、通常、四行詞とは、陰律上区別される。ルバーイー陰律の半句四つで、一つのまとまった、詩的世界を生み出すように読まれた詩形が四行詞。ルバーイーで、この四行詞が集められたものが四行詩集。 ルバイアートである。13世紀のペルシア詩陰律の研究所、ペルシア詩の韻律総論は、ペルシア詩人ルーダキーによるルバーイ詩形の発見の経緯を伝えるとともに、ルバーイという詩刑が民謡としての要素が強い点も指摘している。近年での研究は、西暦800年代、このルーダキーより、少し前、スーフィーたちが音楽や詩を用いた集会、サマーウデ、 ルバーイーを好んだとし、路地や市場で読まれる民謡、あるいは、読み人知らずの詩として紹介していたという事実を報告している。ルバーイーは、古典定形詩の中でも、とりわけ、その短く簡潔な形態ゆえに、瞬間的に転換する詩人の心の動きをそのまま、歌いやすい詩形である。詩の形式上の取り決めに対して、詩の想念が優先する詩形とも言える。 私的な経験は瞬時にルバーイーとなって歌われたのである。ルバーイーの集大成であるルバイアートの芸術性はハイアームのルバイアートによって最高度に高められたと言えるだろう。ハイアームは宗教的偏見との圧力を避け、ルバイアートが出回らないように配慮した形跡があり、1200年代の文献にはハイアームの名前を冠して記録されたルバーイーは一つとして残さていない。 1200年代になり、ようやく少数のルバーイーがハイアームという名前と共に現れる。現在においても、真偽の定まらぬハイアーム作のルバイアートの中で、新作とされる最古のものは13世紀初頭の、新学者ラーズイーのクルアーン注釈書の中の一種と、神秘主義者ナジムティーン・ラーズイーの著作、下僕たちを導く者に登場する二種とされる。 ほぼ間違いなく、ハイアーム作とされるこうしたる場合には、誰も、本当のことは語らぬ、どこから来て、どこに去るかを、あるいは、何人も、想像主の意図はわからぬという神による想像への会議が、如実に現れているが、その主張低音には、隠された世界から現れる、この存在という意味自体を知ることは誰にもできない。1九十二年には、マリクシャーばかりか、大宰相ニザーム。 あるムルクの暗殺により、自身の大きな後ろ盾を失い、自らの内的な世界に閉じこもる。無数の抑圧と悲しみを感じ取り、一瞬の解放と忘却を求め、ワインと美女を産業し、古代イランの栄光に思いを馳せる。しかしながら、哲学的栄意の果てに彼がたどり着いた地点が、人間の理解には限界がある、という根本的な会議の世界であった可能性がある。 哲学的死の限界と宗教的抑圧への深い絶望の中で、すべては、つかの間の儚い、危ういものでしかないという表現が生まれたとすれば、結果として、ルバイアートの映し出す表現世界が、真なる実在である神以外の事物は、すべて影楼のものでしかない、と説く、神秘家たちの表現世界と重なり得るであろう。ハイアームが優れた科学者であり、 合理精神の体現者でありながら、自らの心情の本質を吐露したと思われる、ルバイアートに、神という実在を前にして、自我を滅却し去る、神秘主義史の痕跡をしょうからず読み取ることができるのは、ルバーイーという死刑が私的経験の一瞬の閃きを、表現するに優れた形式であるという事実にも、密接に関わっている。神以外のうつろな世界から、 真なる絶対的な実在である神のみが存在する、世界に没入することを目指す神秘主義者は、その収容の過程で、人間の心の動きのなるままに神を見る段階に達するとされ、個々の神秘化の心象のままに、神が神秘化の前に表出する体験を表現するのに、ルバー・イーは特に適した死刑でもあった。神の無条件的存在を否定するかに見える。 ハイアームを激しく批判してい、アッタールのルバーイー作品の古写本を見ると、そこに、ハイアームの優れた四行詩として知られている詩が数点、見出される、という研究者の報告がある。刻々と変化する自らの神秘的境地を、ルバーイーで表現した、アッタールと、閉塞的な宗教風土での哲学的詩を感じた、ハイアームとの接点は、ルバーイーという詩形を通じて、純小たる、 死年をそのまま芸へと高める能力にあったと言える。ウまるハイアームは、存命中は、数学者としても著名であり、放物線と円の間の交点によって算時、方程式を解く方法を考案したことで広く知られていた。ウまるが試みた解放のアプローチは、彼以前にすでに古代ギリシアの数学者であり、アレクサンドロス大王の教師で、数学に、 報道はないと述べたとも伝わっている。紀元前380年から320年、何よって試みられていたが、ハイアームは方法を発展させて一般化し、3次方程式一般の解放を提示した。さらにハイアームは、二項展開を発見し、エウクレーデスの平行線の理論に対する批判書をし、これは欧州に伝わり、結果的に、非ユークリッド幾何学の発展に寄与した。 ウマルハイアームは天文学者としても著名であった。1七十三年にセルジューク長のスルタンであったマリクシャーは当時の様々な優れた科学者たちと共に天文台を建造して研究するためハイアームを招平した。その結果、ウマルは非常な精度で一年の長さを計測し三百六十五点二四二一九八五八一五六日という数字を出したが、この値は 小数点六位まで正しかった。ウまるハイアー,アームが計算した、この歴法は、5000年ごとにわずか1日の誤差しかない、ものであり、これに対し、今日使用されているグレゴリウス歴は、3330年ごとに1日の誤差を持つ歴法である。ハイアームはまた、当時のペルシア歴を、どのように改正するかの計算を行った。1 7 9年3月15日に、 マリクシャーはハイアームが改正した歴法を施行させた。歴法の改正は、欧州においては、ソシゲネスの修正に基づきユリウス・カイサルが、紀元前46年に歴法を改正しており、ユリウス歴、さらに、ローマ教皇グレゴリウス13世が、の修正歴に基づき、1552年2月に、改正した暦、グレゴリウス歴と並ぶ業績であった、グレゴリウス歴は、しかし、 グレートブリテンにおいては、1751年に至るまで、ユり薄ス歴から切り替えられることなく、また、ロシアにおいては、1918年に至るまで、切り替えが行われなかった。ウマルハイアームは、ペルシア人やイスラム世界にあって、天文観測の業績で有名であった。彼は、天空の星の図を作成したが、今日それは失われている。ウマルハイアームの哲学は、 公的なイスラム教の教義とはかなりに異なるものであった。ウマルが神の存在を信じていたのかどうか明確でないが、しかし彼はすべての個別の出来事や現象が神的な介在の結果であるという見解には意義を唱えていた。また、最後の審判の日や死後の報奨や懲罰なども信じていなかった。ウマルはむしろ自然の法則が 生命について観察されるすべての現象を説明するという見解を指示していた。イスラムの宗務当局は、イスラム教に関する彼の遺説についての説明を、幾度も馬に求めた。最終的にウマルは、当局からの追求が激しくなり、建前上正党的なイスラム教とムスリムを予想わざるを得なくなり、真っ赤への発地、巡礼を行った。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。